毎度大変お世話になっております、おはすです。赤や赤しやあやかしのパート10ですかね、始めていきたいと思います。いや、ついに2桁ですね。もうちょっとペース早めた方がいいんじゃないかと思うんですけど、まあのんびりやっていきますね。前回はあれですね、トーチカ君に絶対服従の命を授かりながら、椿君のところに案内してもらって、まあ一悶着あって今家帰ってきて飯食うところですね。まあ、帰る前に、東郷、違う、東郷じゃない、なんだっけ、ともりさん、そう、漢字が同じだからちょっと間違えましたけど、ともりさんと会って帰ってきましたね。じゃあ、始めていきます。早く飯食ってますね、黒木先生は。なん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 。感じで食ってんのかな。うわ、うめえ。人働きした後の飯はうまいぜ。やっぱ、お腹すかして飯食う飯はね、最高ですよ。ランチおかわり、あ、こういうおかわりって言ってね、こう言いながらやってくれるんだよね。ランチ君、貴様は食いすぎだ、ほらサンキュー、あーうめー、あーうめー、まったく、あのゆえ様、ゆえ様どうしたの、2回も、あーちょっとぼんやりしてんのかな、グー寝てるんかい、調子悪かったんじゃなかったの、あのそのまま角度を下げていくとまた髪が味噌汁に、そんな味噌汁で洗顔じゃないか、それじゃあ、へ、あーごめん、うとうとしてた、お疲れのようですね、まあ歩いたからね、うん、ごめん大丈夫、ちゃんと食べるよ平気ですか、ランチおかわり、どうしたのその小さい点は、小さいツアー貴様は食いすぎだ、ほらサンキュー、おー佐藤さん、食いな佐藤さん、こんなおじがいたら最高ですね佐藤さんはリエ君にしては頑張った方でしょう、きちんと眠らずにここまで戻ってくるなんていつも寝てるってのはすごい、それはですが明日もまた出かけるのですから今日は早く休んだ方がいいでしょうね、明日もかな、どっちもいいか、ランチ私にもおかわりを、あ、はい、佐藤様もよく召し上がりますね、なんだかんだ結構食べる人なのかな、小食っぽく見えるけど大丈夫です佐藤さん、ちょっと疲れただけですから、俺が眠いのなんていつものことだしかもしれないな、確かにその通りではありますがね、くれぐれも無理のないように、優しい、はい、ありがとうございます、へへ、おう、どうしたの、それにしても今日一日でレイの少年たち双方に会えたとはなかなか確かのようですね、食事として、やっぱり食事か、はい、なんか変な奴らだったけど、ほう、俺的にはありかなしかギリギリって感じですけど、こればっかりはどうしようもねえし、トーチカ君は結構ね個性的ですからね、まあ食事とはそういうものですからね、選ぶのはゆえ君ですし、俺はちょっと心配ですけどね。って、ゆえ？寝てるんか。なんで寝るときってこう Z の表記がされるんかな？誰が最初にやり始めたんだろう。そんなことを考えてもしょうがない。グー。あ、完全に寝ちまった。おい、ゆえ？俺が部屋まで運ぶのかよ、ったく。飯食った？大丈夫なの？いや、私も手伝ってやろう。佐藤様、お茶です。ありがとう、ランチュー。はあ？てめえが手伝ったって引きするだけだろ。二人で運ぼうよ、そりゃ。そんなの仕方がないだろ。だいたい小さいのは貴様も同じだ。てめえよりはでけえよ。いや、そ、肩を使ってさ、こう、二人で運べばいいじゃない、挟んで。同じにすんな。0.5 センチの差で何を、そんだけじゃねえかよ。しかもそれ耳もカウントしてそうだわ。ゆえくんは私が運んでおきますよ。二人は後で廊下の雑巾がけです。なぜ、ランチュー君も。はい。げ。いや、はい。私は主に今日の報告をしなければなりませんから。その間に任せましたよ。ほんと綺麗好きね。食事のお茶は、あ、食後のお茶は美味しいですね。なるほどな。これで、やっぱり夢が
映されるかな。あ、またお会いしましたね、キツネのお面さんと。あ、またか。最近よく出てくるね。調子いいの？うん。ドキドキしてるのは俺の方じゃない。会えたんだから。ん？そっか。雫の音が。うん。分かってるよ。あ、やんだ。やんでない。大丈夫、ずっと知ってるから。好きにすればいい？そうなのかな？何、食事の相手を。時計の音が心地いいですね。ん？俺の部屋？ああ、また寝ちゃったんだっけ。ああ、お腹すいたな。この眠いのもなんかそういう、まあ神々的な要素があるんだろうけど。ゆえ、なんだ、起きたのか、大丈夫か。なんかそういうなんかいきなり眠くなるとかっていう病気があった気がするけど、それは関係ないよね、いくらなんでも。黒狐がここまで運んでくれたの？ちげえよ、運んでくれたのは佐藤様だよ。つうかお前、体しんどいのはわかるけど、食ってると最中に寝るのはやめろよな。ちゃんと食っておかねえとまた倒れるだろうが。本当だよ、昨日みたいによ。うん、分かってるよ、ありがとう。あ、こう見てみるとちょっとあれだな、黒狐結構爪長いな。狐だから長いのかな。ちゃんと爪切りなさいよ。分かってるって、それでまたやるんだからな。あ、分かってるって、それでまたやるんだからな。かたく、こっちがどんなに心配したってどうせ。まあいいや、何か食うか。ランチューの野郎が起きたら食えって夜食を置いてってくれたぜ。おにぎりかな。うん、後で食べるよ。それより黒狐は寝なくていいの？明日も掃除で早いんでしょ。へ、お前と違って俺はそんなに寝なくても大丈夫なんだよ。ガキじゃねえんだから。寝る子は子供みたいな、いくらぞそれだと。その姿でそんなこと言われてもな。あ？みんなにも言えるけど、黒狐は変わんないね。当たり前だろ、人とは違うんだよ俺たちは。まあそうだよね。お前もおかしいけどな、変わりすぎだろお前の場合。そうかな、自分じゃよくわかんないけど。うん、わかるわけねえだろ。気づいたらそんなにでっかくなってたんだから。ああ、そんな小さい頃から一緒にいるってこと？そんなの俺のせいじゃないんじゃない。なんで、わかってるよ。たく、黒狐？別に何でもねえよ。なんだろう、ここら辺の会話ちょっと気になるね。やっぱり黒狐は反対なの？ゆえくんが成長することに対してなんかあれなのかな。あん？いや、それは人間としての成長じゃなくて、なんか他のことなんだろうけど、まあ、なんつうかね、それ身体的なの以外にもってこと？お前も変な好みしてるよな。あいつらただのガキじゃんか。まあ片方はしょうがねえかもって思うけど、もう片方は本当わからねえっつうか、物好きっつうか。どっちかくんのことか。どっちかくんのことか。別に選んだつもりはないんだけどね。ただなんか他の人々とは違って見えるっていうだけで。それがそうだっつってんだろ。いいのかよ本当にあいつらで。もっといいのがいるかもしれねえぜ。あ、BGM のオルゴールすごいいいですね。これすごい鹿田明子さん身を感じますね。ああ、いや、まあでも二人は気になるよね。夢にも見る、最初の夢にも見たくらい似たような人物がいたから。そんなことはないよ。へえ、そうかよ。なんか黒狐の表情珍しいな。けど俺にも分かんない。ん？なんでこんなに会いたいって思うんだろう。俺に言うなよ俺に。ああ、はあ、まあしょうがねえか、まだ決まったわけじゃないし。ん？何か言った？もう絶対、もうあれね、もう言ってねえよ。独り言みんな多すぎだよ、ちょっと教えてよ。そんじゃあ明日もバッチリ奴らを垂らし込むぞ。しっかりしとけよ。じゃあな、垂らし込むってあんた。寝ちゃった。おやすみ。
ロギチネ、ごめんね。なんで、なんかあるの？いろいろ思惑がやっぱみんなありま、なんだ、ごめん。イゴイゴリサイクル。ねえイゴさん、今日は何を作る？やあイゴン君、ご機嫌うるわしい。なんだ、急にテレビ番組が始まったぞ。今日はね、ちょっと長くて目立つものを作ろうかと思うよ。長くて目立つもの？ちょっとついていけないんだけど。そう、みんなのシンボル的存在なのに子供にも大人にも大人気。わあ楽しみだな。早い、ちょっと文字送りが早っ。ははは。さあ今日も破壊を想像しようじゃないか。おお、なんだそれ、いいね。まあ輪廻転生みたいな。うん、わーい。何今の、一個一個リサイクル。一個一個リサイクル、うん、そういうテレビ番組か。なんかサンちゃんみたいなね。で NHK 的な感じかな。あー今日もイゴさんはかっこいいぜ。ヒュー。かっこいいのかな。ぶっ壊してるだけじゃないですか。ブルギチネ好きだねこの番組。おいよ、イゴさんのゴッドハンドは俺の憧れだからな。あの東京タワーぶっ壊す右手か、最高だったぜ今日の破壊。適当だろあれ、だって破壊って幼児向け工作番組でしょこれ。絶対やっぱねサンちゃんですよね。なんか見てても全然わかんないんだけど、うん、俺もちょっとわかんなかったわ。ばっかガキにわかんねえんだよこの奥深さは。いやでもね NHK もなかなかねこう見ててこう大人にもこう来るものがあると思いますよ。俺ね一つちょっとそういう番組あったんですよね NHK で、なんだっけ、なんかムジカーナみたいなそんな感じのやつなんですけどね。関係ないか。まず想像には破壊からっていうイゴさんの崇高な理念がなんで理解できねえんだろうな。まあそういうとこね、まあ確かに理解できないけどさ。ああイゴイゴ見てたら俺もなんか作りたくなってきたぜ。よっしゃちょっと一っ走り行ってくら。なんで何を作りに行くん？え、行くってどこに？作って壊す、それが真理、真の万象。せやな、一個一個リサイクル。これどういうリズムなんだろう。うん、行っちゃった。本当好きだな黒いですね。すぐその気になっちゃうし、俺は見てると眠くなってくるんだけどな。大体のテレビそうなんじゃないの。なんか音楽とは心地いいし。うわぁ、うん、やっぱりまだ眠いな。最近いつにも増して力が入んないんだよね。なんか気が抜けるというか力が抜けるっていうか、あのお祭りの後から。あー、なんなんだろうね。まあいいか、まだ行くまで時間はあるし、もう一回寝ちゃおっかな。うん、そうしよう。これで2日目突入かな。噛むね、うん、あんまり朗読が得意じゃない、申し訳ないです。ちょっとあ、また歌きましたね、この夢か。あ、お祭りで聞いたこの歌、やっぱり知ってる、覚えてる、何度も聞いた大事な歌。うわぁ、よく寝た。ん？なんか重いと思ったら座布団がいっぱい乗っかってる。そんでもってなんか部屋の中が荒れてる。座布団が乗っかってるの？毛布とかじゃなくて。いっぱい物が落っこってる。地震？ん？まさか本気で黒キツネが作って壊した？そんなバカな。なわけないか。一体何があったんだろう。そんなことしたら絶対佐藤さんにもうね、ビンタ食らうから。多分。起きたかゆえ。え？誰？この文字の色は新しくない？え？ああ、みこさんか。みこさんね。無事で何よりじゃん。みこ様、なんでここに？っていうか、この座布団、みこ様か。相変わらず美しいですね。ああ、ゆえの上に何か落ちてきたら大変だと思ってな。しかし、この座布団が存外重くての、部屋中から持ってきて乗せている間に揺れが収まってしまった。やっぱ地震か。そうなんですか。すみません、なんか大体地震が起きてる時でゆえくんが寝てるけど、やっぱゆえくんの夢となんか関係があるのかな。巫女様にそんなことしてもらうなんて。いや大事がなくてよかった。
それによく寝ていたからの、起こすのは忍びなかった。いいですよ、そういう時を起こしてくれて。巫女様に部屋中かきつり回されたなんてバレたら俺が佐藤さんに怒られちゃいます。へへ、そんなことはない、あれはゆえには甘いから。なんだそれ、もっと甘い巫女様に言われるとなんか変な感じです。まあそれはともかく、揺れって言いましたけど地震があったんですか。ああ、昨晩に続いてな。なんか、何か起きてるんですか、この山や器の町に。巫女様、案ずることはない、多少山の木が乱れてはいるが気にするほどのことではない。だがわしの力が足りぬせいで心配をかけてすまぬな。力なの、いえそんな、いくら巫女様がここから町を守っているとはいえそういうことがあるって知ってます。へえ、なるほどね。近頃この土地の木が荒れているのは確かだからな。いや、いわくつきの町なのかな。結構何事もなければいいが、それを巫女様が守ってくれてるのか。巫女様は大丈夫なんですか。うん、この地が荒れているなら巫女様自身は大丈夫なのかなって。まあ確かにね、この町は巫女様の町なんでしょう。そう、大丈夫じゃ、言ったろう、気にするほどのことではないと。本当ですか。わしには何の影響もない。そうなんだ、むしろ影響があるのは、ゆえくん？え？いや、なんでもない。ゆえがタンスの下敷きにならずに済んでよかった。もしかして俺のこと心配してわざわざ来てくれたんですか？昨日の夜は顔を見られなかったからの。会ってないもんね。そっか、そうでしたよね。巫女様もたまには一緒にご飯食べましょうよ。そうじゃの。たまには人の食事も楽しかろう。普段何食べてるんだ。さてと、とりあえずこの座布団を元の場所に戻さないとな。うむ、佐藤が見たらまた嫌な顔をしそうだしの、散らかってたら絶対怒るよね。わしも手伝うぞ。持ってきてもらったっていうのにこれ以上巫女様を働かせられませんよ。わしだって少しは動きたいんじゃ。そんなこと言われても、いやーどうしよう。いや、でも巫女様がやりたいってなったらいいんじゃない。また一緒に片付けましょう。わかりました、一緒にやりましょう。巫女様かわいいしね。うむ、時代を先取ってますよね、このノジャローリ的な。俺はこっち持っていきますから、巫女様はこれをそっちへ持って行ってください。わかったぞ、これを持っていけばいいのじゃな。鼻歌？え？ああ、もしかして、ん？さっきの歌？どうした？その歌。ん？今の鼻歌のことか？ふーんってやつなんかな。さっき夢で歌を聞いたんですけど、もしかして巫女様が歌っていたんですか？ああ、確かに歌っていたな。昔教わっての気に入ってよく口ずさむ。まあいい曲ですよ。教わったって誰に？それは秘密じゃ。ふふ、いい男だったぞ。もう絶対ゆえくんと関係あるでしょ。佐藤様が嫌がりそうな話題だな。え、何それ？ん？何か言ったか？いえ、何も。俺もその歌聞いたことあるんです。このゲームなんか、何か言った？いや？みたいな。やりとり多いな、みんな。なんか懐かしいっていうか。不思議な歌ですよね。もう本当に不思議だよね。そうじゃな、人のこの歌にしては我らを誘い込もうとする。さすがですね。え、いや、ほらゆえ、2人でやるとあっという間に片付くの。もう終わったのね。あ、そうですね、手伝ってくれてありがとうございました。うむ、ではわしはそろそろ本殿に戻ろうかの。抜け出したことが知れたら佐藤がうるさいからの。いや、まあ、やっぱ抜け出してるんですね。あ？ああ。じゃあ送ろうよ、せっかくなら。もうね、ちょっと、できるだけやっぱ一緒にいたいですね。それなら、俺せっかくだし、俺も一緒に行こうかな。そうか？じゃあ一緒に行こう。はい。
ヒコ様、いいですか？お、マジで？なかなかユウくん、できるね。うん？おー、いい絵ですわ、これは。イケメン。目の色と髪の色が合ってるから、いいね、この二人。どうかしました？うん、なんでもないぞ。BGM かっけえ。今日もいい天気ですね。椿の花が映ってるのまたいいですね。そうじゃの、出かけるなら天気悪くない方がいいもんな。全くもってそう思うわ、本当に。やはり似ておるの。え、いや、いい男になったの、ゆえ。なんだそれ、まあ、小さい頃から見てるからかな。え、そうですか。ああ、わしの思った通りじゃ。なんかそう言われると照れちゃいますね。ずっと昔じゃ。前世の話とかか。え、ずっと昔、やはりこんな風に手を引かれて歩いたことがある。初めてのことでな、わしは驚いてしまった。へえ、その時もこんな風に冷たい感触だった。覚えているものじゃの。あ、冷たいんだ。巫女様、その人のこと好きだったんですか？好き？そういう恋愛感情があるかどうか。いや、なんとなくそう聞こえるなって思って。うん、そうじゃの、そうだったのかもしれない。まあそういう恋愛的な意味の好きじゃないかもしれない。人のような感情に例えるのならな。うん、長い沈黙。お、本殿来ましたね。あ、じゃあどうしようかな。結構いい時間になってきたから、ここら辺で切りますかね。切るところ悪いかもしれないけど、じゃあここで切らさせていただきます。じゃあ今回のパートもありがとうございました。よろしかったら次回もよろしくお願いします。それじゃあまた次の夜でお会いしましょう。さよなら。